どうも皆さんこんにちは、チャックバスです。本日はですね、先日ね、運航が終了したアリタリア航空ってありますよね。まあこちらがですね、今現在は ITA エアウェイズっていうのに変更になってですね、運航が継続されているわけなんですけども、こちらの ITA エアウェイズっていうのが今現在ですね、ステータスマッチをね、受け付けているっていう風になりますんで、本日はですね、こちらを実践解説ということで動画ね、やっていきたいと思います。ということで、今回のね、この動画の内容ですね、ステータスマッチ自体はこの YouTube のね、視聴者の方からですね、教えていただいて、今回ね、あの動画にさせていただきましたということで、本当にいつもね、情報ありがとうございます。ということで、この ITA Airways っていうのはですね、旧アリタリア航空時代にはですね、スカイチームに所属していたんですよね。で、今現在はですね、ITA Airways っていう名前になってですね、アライアンスにはね、加盟していないわけなんですけども、スカイチームへのね、加盟に目指しているっていった形になるんですよね。ですので、まあ今現在はですね、どのくらいの期間でこのスカイチームにね、なるのかっていうのは分かっていないわけなんですけども、まあステータスマッチということで、特にね、お金がかかるわけではないっていうふうになっておりますので、ひとまずね、やっていきたいなというふうに思っておりますので、気になる方はですね、ぜひね、一緒にやっていただければなと思います。でですね、この ITA Airways の公式サイトですね、こちら英語表記になっておりまして、もちろんね、私も実際にやるわけなんですけども、まあ、初めてやるというふうになりますんで、ちょっとね、見づらい部分もあるかなというふうに思いますので、まあ、この点はね、ご了承していただいてですね、この動画ね、見ていただければなと思います。まずね、このステータスマッチ自体なんですけども、受付期間がですね、2021年の11月の30日までっていう風になっておりますんで、まだね、11月の中旬っていう風になりますんで、あとね、半月以上やっているっていう風になりますんで、まあ時間ある時にですね、この動画見ながらですね、やっていただければなと思います。まずね、必要なものなんですけども、まずね、ITA Airways の会員登録ですね。で、ステータスマッチ元のステータスカードですね。あとね、身分証のコピーが必要っていう風になっておりまして、まあこれをね、メールで記載して、この ITA Airways ね、送信するっていった形になるんですよね。で、回答自体がですね、2021年の12月の31日までにね、回答が来るっていった形になっておりまして、で、ステータスマッチね、可能な航空会社なんですけども、もうちょっとね、一覧でここにね、バンって出しておきますけども、こちらね、バーって見ていただければね、すぐわかるんですけども、上のちょっと下ぐらいですかね、ANA はありますよね。で、ANA あるんですけども、これね、JAL ないんですよ。こちらね、見てびっくりしたわけなんですけども、ですんで今回ね、ANA のステータス保有されている方は、ステータスマッチね、申し込むことできるっていう風になっているわけなんですけども、JAL のステータスしかね、保有されてない方はですね、ちょっとね、ステータスマッチ自体はですね、申し込むことができないって言った形になるんですよね。でですね、ステータスマッチが通った場合、このステータスのね、有効期限は2021年の12月31日から1年間っていう風になりますんで、2022年の12月31日までね、利用することができるって言った形になります。でですね、ステータスマッチ元の必要ステータスに関してなんですけども、こちらね、公式サイトには、ステータスマッチキャンペーンに参加できるのは、プレミアム層、プログラムに関しただけではアクセスできない層って言った形で、名前にはですね、まあ、すごいね、いろんな名前が書いてあって、その中にはシルバー、ゴールド、プラチナとかね、そういった形で記載があるっていう風になりますんで、まあ、ANA の場合だとですね、SFC 持っていればですね、スターアランスゴールドっていう風になりますんで、まあ SFC でもね、通るかなっていう風に思うわけなんですけども、こちらもね、実際にやってみないとね、わからない部分ではありますので、まあ気になる方はですね、ちょっと実際にね、やってみていただければなと思います。もしね、成功しましたらですね、コメントね、入れといていただけると非常に嬉しいなと思います。それではですね、実際にね、やっていきたいなと思うんですけども、ちょっとこれにね、画面出しておきますね。まずね、こちらの公式サイトね、概要欄に載せておきますんで、こちらからね、登録ね、まずしていきたいなと思うんですけども、まずですね、右上のハンバーガーメニューを押していただくと、違うな。右上のアイコンのメニューを押していただくと、ログインレジスターっていうのがあると思いますので、こちらね、クリックしていただきます。そうするとですね、IT Airways のレジスターとボラル、ちょっと読み方がわかんないですけども、まあ、レジスターっていうことなんで、まあ、
こちら登録っていう意味だと思います。で、今は登録すると1万マイルもらえるんですかね、まあ、そんな感じで書いてあるのかな。あのちょっとここね今訳してないんで間違ってたら申し訳ないんですけども、まずね名前と、名前とラストネーム、E メール等々ですね、入れていきたいなと思います。まあこちらは簡単ですね。 E メールとパスワードとパスワードの確認番号ですね、入れていきましょう。でですね、入力すると下にですね、なんかイエスの選ぶところがあると思うんですけど、ちょっとね今この画面でね私翻訳ソフトが使えないんで、とりあえず全部イエスにしておきます。で、右下にねレジスターっていうのがあると思いますので、こちらね入れていきます。あ、これでレジスター完了ですね。非常に簡単ですね。びっくりしました。それでは次にですね、ステータスマッチね行っていきたいと思います。で、このねステータスマッチのページなんですけども、ちょっとねこの部分ね取り直してます。というのも私ねやり方が間違っていて、この部分だけちょっと取り直してね撮影しておりますので、この点ねご了承ください。で、この画面のですねご自身のねマイページに行くと、私のね名前画面出てると思うんですけども、こちらにですねリクエストステータスマッチっていうのがねありますよね。こちらのプロシードっていうところを押していただくと、こちらからですねステータスマッチができるっていった形になるんですよね。ですんで、ここにですね必要事項をね記載していただいて送っていただくっていった形になります。で、こちらねまず上の、エアラインですね、私の方は ANA になりますんで、ティアが、まあ、これ全部書いてあるんですね。非常にわかりやすいですね。あ、スーパーフライヤーズカード書いてありますね。 ANA マイレージクラブスーパーフライヤーズ、はい、ということなんで SFC もブロンズもいけるんですね。これは素晴らしい。で、私は ANA ダイヤモンドということで、で、あとね、パスポートの ID ですね、こちらを選択します。で、次にこれがあれですかね、ステータスカードですかね、はい、ステータスマッチアグリートゥープライバシーポリシー、はい、これでね、一番右下の線路をオフしていただければ向こうにね送られるっていった形になります。いや、非常に簡単で分かりやすくていいですね。やり方はね本当にこんな感じっていう風になっておりまして、ここでね申請していただければ OK っていった形になります。で、こちらね送ってもですね、あの特にねあのメールとか返ってきませんので、受付完了みたいなねメール来ませんので、この点はね覚えておいてください。ということで IT Airways のねステータスマッチね今行われているということで、今回ね実際にやってみたわけなんですけども、ちょっとね私の英語力がね未熟なものでちょっとね分かりづらい部分もあったかなと思うんですけども、まあここはこうじゃないよみたいなのがねありましたら、ぜひコメントいただければなと思います。これねどこで判断してんのかなと思ったら、もうメールアドレスだけで判断されるんですかね。あの IT Airways の会員番号とかねこれ記載するところないんですよね。ですので、おそらくメールアドレスで、まあ、合致させてステータスアップしてんのかななんていうふうに思いますので、まあ、こちらねメールで申請するっていうふうになりますんで、送信元のねメールアドレスね、こちらだけ注意していただければなと思います。 IT Airways のね申し込みをしたメールアドレスで送らないと、これ合致する術がね他にないかなというふうに思いますので、この点だけはね注意しておいていただければなと思います。まあこれでねスカイチームね入ってくれればですね上級会員になれると思いますので、まあこれねやっといてね損はないかなというふうに思いますので、11月30日までっていうふうになっておりますんで、気になる方はねぜひね申し込みしてみていただければなと思います。ということで今回の動画はねこんな感じで終わりたいなと思います。この動画が役に立った方はいいねチャンネル登録ぜひお願いいたします。私ブログツイッターもやっておりますんで、フォローチェックしてあげるととても嬉しいです。私のチャンネルですね、こういった ANA マイル、JAL マイルお得情報、クレジットカード、マイルとボンボンホテル、ヒルトンホテルのことについてね、発信させていただいておりますんで、チャンネル登録してない方はですね、ぜひチャンネル登録してあげるととても嬉しいです。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。言い忘れましたけども、もしね、結果が出たら動画のね、コミュニティ欄ってところにね、記載しますんで、そちらもね、ぜひね、細かい情報とかね、結構発信しておりますんで、ぜひね、チェックしていただければなと思います。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。